世界で一番短い聖書のお話の時となりました。ここ数週間は雪のあるところに行ってるんですが、新潟にしても北海道にしても、私が行った中で最も多い積雪でした。何か天候が大きく変化してきてるのを思います。この世の終わりが近いんでしょうか。今日の聖書の箇所は第一サムエルの15章の22、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。ここからお話をしたいと思います。うちの長男のヨハネ君が生まれる頃に、神様がパトモスに家族で行きなさいとこう言われました。で、私はですね、それは無理だろうと思ったんですね。ですから最初から祈りませんでした。なぜなら給料の10倍かかったからです、お金がですね。そうしましたら、あなたは祈っていませんねって神様に言われたんですね。それで悔い改めて祈りましたら、なんと10倍が与えられたんですね。そして注意文とともにパトモスに行きました。そしてそれがですね、本格的な宣教のスタートとなったのです。我々は世界に宣教の足を伸ばすようになっていったんですね。その従っていった時に、私たちはですね、3週間ちょっとの予定で行ったと思う、行きました。3週間の予定で行きました。いつもは今行きますとね、1週間以内で帰ってきてしまうんですが、どうしてそんなに行ったのかというと、お金がありませんでしたから。もしかしたらこれで私たちも海外に行くことは終わりかもしれないと、こう思ったからです。ところが主に従った時に、そこがスタートであり、その後200回以上の海外宣教に私は出ていると思われます。そしてですね、そこで素晴らしい恵みを受けた後に、ヨハネ君を捧げました。献辞式をパトモスで行ったんですね。そうしましたら、予言を通して主が言われたんですね。また再び同じメンバーでこの場所にやっていると。そしてですね、20数年経ちました。そしてメンバーが来た時に、まさに同じメンバーでそのチームが構成されていたんですね。そしてそのチームでヨハネ君が自ら自分を神様に捧げました。新しい歩みがその中で始まってきた。従うとき主の特別な計画を見ます。従うとき主の特別な技を見ます。従うことは大きな祝福です。どうもありがとうございました。